図名、図名、図枚、図見は、東欧、中央を代表するドラゴン。地域によって性格は全く異なる。ロシアの昔話や英雄史では、図名は、悪役や、勇士の敵という図式が一般的である。しかし、バルカン地方では、図名には、守護竜としての性格が強く、邪悪な竜は、アジュダや、アジュダ波等と呼ばれる。ロシア語ではで、 ブルガリア語図名であるが、ウクライナ語やポーランド語では図名、セルビアクロアチア語やスロベニア語では図イと称する。ルーマニア語の図名も竜であるが、これは語源が異なるとの説があるポーランドでは、スモクと呼ばれる竜が伝わり、例、バベルの竜、ウクライナやベラルーシでもスモク、またはスモクと呼ばれる竜の民間伝承がある。また、いくつかのスラブ地域では、スモクは、 ただの蛇だが、年を重ねると竜となるという伝説が存在する。セルビア・クロアチア語のズマイ、スメイ、竜やゼムリア、ゼムリア、大地の語根は、スラブソゴ、ZBM 及び、インドヨーロッパソゴグデムに由来するとの説が、クロアチアの言語学者にって提唱されている。各言語により綴りは、各変化や複数型を含めればそれぞれ異なる。ロシア語、ズメイ。 複数形、スメイウクライナ語、ズミー、ザミー、複数形、ザミブウルガリア語、ズメースメイ、複数形、スメイブポーランド語、ズミー、複数形、ザミヘセルビア語、ズマイ、複数形クロアチア語、ズマイ、複数形、スメイエビスロベニア語オズマイ、マイ ZMJ オア ZMJ 複数形、ザマジュアザマジルーマニアの竜や竜とは、 ズメウと呼ばれるが、他のスラブ語の竜の名詞とは、語源が異なるとの説がある。ルーシ、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの、ズメウは、実に、多数の昔話に登場するが、竜、大蛇などと訳出される場合も、ズメウという名前の人間、カ長人、竜との場合も見れる。山の息子の竜の意の場合、三つ、主以上、多ければ十二の体感を持つと表現され、 火や毒を吹くなど、歴然とした一般の竜のイメージで描かれる。約束を違える、図名竜は、ドブルイニャト竜のに登場する。ある広本では、図名五類日の名を持つが、日本では名のないメスである。この竜は勇者に推し、ロシアの人をさらわない制約で許されたが、すぐさま姫を拉致する行動に出、一般人もさらって洞窟に遊兵していた。 メス竜とされる後本では起乗した勇者が小竜を踏み、蹴散らしたことに憤慨する。退治された竜の血を、ロシアの大地は吸い取ることを拒み、勇者は血の池に使って難儀したが、何時、母なる大地を、口を開けて、竜の血を吸い込んでおくれと勝ると、ようやく大地が裂けて、竜の血が吸い込まれた。アトゥガーリンズ名ビチは、竜の子という不祥を持ち、 竜の姿にも変身する悪役で、擬人化された部分が大きく、竜ととも言うべきである。翼を持ち、上空を飛翔することもできる。悲願により降らされた雨で飛べなくなり、勇者にされる。昔話の他、ブイリーナとしても歌われる。また、図名は、人間に変身して、女性を誘惑する、ロシア民は、の遺本204、205。 一つの遺本では、図名五類日が、イワン王子の妹を誘惑し、結託して、巫女を泣き物にしようとする。妹姫は手病を使い、狼、熊、獅子の父を求める危険をイワンに犯させた。この作戦は失敗するが、イワンが手名付けている犬、狼、熊、獅子たちを失う図名は、恐怖を失い、大口を開け正体を表して、イワンを食べる仕草をした。別本では、 図名図名ビチ、蛇のこの蛇とイワン王子の妻が不義を働き、話筋は同様に展開する。別の昔話では図名図名ビチは皇帝である。もやはり多頭の竜で、ロシア民話の遺本などに登場する。主導イコール誘導は、彗星の竜であり、異なる個体は異なる数の頭を持っていた。人間のように馬にまたがるという描写もされる。ただし、 ある解説によれば、手動イコール誘導とは特別な種類の竜の名称などではなく、単に、怪物を意味する、手動ビシチェ、と同じみなすべきで、誘導という語尾は、ただ客員を踏むためのみに追加された語根だという。アファナーシェフの昔話集の、ハイカブリの岩では、主人公が三頭と六頭の図名、及びその妻と娘たちを倒すが、その類は部分を持つ、大、 牛の子伊安では、六刀、九刀、十二刀の主導イコール、誘導を倒す。これが図名であると原文には明記されないが、ドラゴンの一種であるとの解説されている。昔話では、主導イコール誘導は、図名流であると明言されており、嵐の勇士は、国会から出現する六刀、九刀、十二刀の主導イコール誘導と対峙する。この時嵐の勇士は、 魔法剣、クラデニエッツ剣を携えてはいるが、竜を攻撃する武器として使用するのは、コンボ包、メースである。手動イコール誘導は、たとえ斬首されても、非常に回復力が強く、頭部を元の場所に戻して、火炎の指でなぞれば元通りにつながることが一変の昔話に描かれており、その治癒能力は、頭部が再生するギリシア神話のヒュドラーを彷彿とさせる。 ただし、ヨーロッパイコールロシアの火山では、図名ではなく、ユラン、または、ジラントと呼ばれる。また、チュバシ人の間で伝承されるチュバシの竜もある。ロシアの竜伝承すべてが邪悪ではない。ただし、図名と呼ばれるものは、スラブ系ロシア民族は、一般的には邪悪とみなしている。ユランも今でこそ国民に愛されている竜であるが、ロシア人側伝承では、悪のドラゴンであり退治されている。 この部分こそが中央との図名伝承との大きな違いである。ロシアベラルーシュウクライナで竜を肯定的に見るのは主にトゥルク系など東方出身の民族である。ヨーロッパイコールロシアでは竜は遊牧民族特にタタールの象徴として恐れられる。スモク、スモック、ヘビ、またはスモ,モク、スモク、スーモノが竜を意味する場合がある。また、 スラブの地域によっては、スモクは、ただのヘビだが、ある年齢に達すると、竜、ズマイ等に変身するという民間伝承がある。ポーランドのスモクは、邪悪で、残虐無比である。その例として、クラクフ市の剣と伝説に現れるバベルの竜が、挙げられる。年老いたヘビが、竜に変身するという伝説は、スラブの各地に見られる。 それに相当する伝承は中国にもあり認知、術域等に記述が見られることが指摘されている。ブルガリアでも無毒の蛇、スモクが弱い40年を経ると竜に変身するという伝承が見られる。また、が19世紀に記録したブルガリアの伝承によれば、蛇の頭を跳ね、胴体をオウ牛やバイソン角にくっつけておくと40日後に悪竜、口実に変ずると言われる。 東スラブの伝承では、毒蛇が、竜に変化すると言われるが、ウクライナ民話ではその毒蛇が、竜になるには七年を要し、ベラルーシ民話では百年を要すという比較を示した文献もある。ルーマニアでも、という黒魔術の学校の魔術師が操るイズメユ、イスミジュウ、すなわちズメウは、蛇が九年間成長した姿だという言い伝えが、地域的に存在する、の伝承。 ドイツ式の地名は、ハゼガータール。ウクライナのルーチックなど一部地域では、虹のことをつもく、吸うものと呼んでおり、これは、海や川から水気を吸引し雲に吸い上げる、管のような存在だと説明される。また、スラブ系の竜は、川面や湖面に覆たれて、水分を吸収しては洪水を引き起こすともされており、 これは、竜巻の自然現象から発症した考えとも言われる。ルーマニアの民間伝承では、上述した黒魔術学校の卒業者たるという魔術師が、竜に起乗するが、これは、図ウという種類のものとも、バラウールという種類だとも言われる。また、口述するラミアやハラも、気象にまつわる魔物か竜と考えられてきた。ブルガリアの民間伝承での竜である図名は、普通の竜。 鱗で覆われた蛇のような胴体に獅子と川堀のような翼が生えた怪物として描写される場合と、竜と人間の顔を持つが、胴体は、鱗で覆われた蛇のようで、翼と魚の尾を持つと描写されることがある。バルカン半島では、一般的に図名は、全竜、守護神的な竜とされ、悪竜は別の名で呼ばれる。一説によれば、バルカン半島では、図名は、 オスマントルコ帝国の竜に抗う愛国主義的な竜を造するもので帝国の支配下に置かれた国民の不満の吐け口となっていたとされる。ブルガリア民謡で好まれるモチーフに図名の恋人がある。オスの竜が人間の女性と結婚し指定の世界に連れ去る、あるいはメスの竜、図名ツが牧道に恋焦がれる話などが定番である。図名に愛された女性は物思いに 関係、やつれ、青白くなり、自己放棄な状態に陥ると言われ、これを治癒するにはかるべく、薬草を煮出した湯に入浴するしかないという迷信がある。セルビアにも、ジョジシ、ミリッツァヒとヤストレバツの竜、現代、スリツェミリツェアイ、スムイヤドヤストレプツェがあるが、その民話版が、ミリッツァヒと竜の題名では訳されている、ラミア、ロンヤは、キリシア伝説のラミアに、 名が由来するブルガリアの竜類で、マケドニアのラミア、ランゲ、ランナ、セルビア南東部でもラムニアに相当する。ブルガリアのラミアは、爬虫類、または、トカゲのような多頭の怪物で、体は鱗に覆われているが、鋭い歯をした犬のような頭を三九個持つと、言われる。他にも爪が鋭い、水かきを持つ、鱗が黄色い、塔と一部には伝わる。住みかは、 海底や固定、あるいは山中の洞窟、樹木の穴とされ、水源を断って人口を困らせ、池贄を要求すると言われる。干ばつをもたらすラミアは、聖イリア、エリアまでは、善良な図面へと敵対すると言われる。ブルガリアの伝説には、三頭あるいは、複数頭のラミアが退治される、英雄丹があり、英雄がラミアの首をすべて切り落とすと、 そこからは北条の川が流れ出す。ブルガリア版のの逸話では、竜はラミアである。民族学者が採集した民謡令は、という文句で始まっている。マリの夫が採集した別令では、ラミアがユダイコールに置き換わっている。この竜の切られた首の根元からは、外して小麦の川、赤ブドウ州の川、蜜と乳、バターの川が流れ、農夫、ブドウ農家、酒造家、 そして養蜂家と羊飼いに恵みをもたらしたとされている。ラミアという悪竜は、という悪竜と、同一視されることがある。言い換えれば、それを、ラミアと呼ぶか、腹と呼ぶか地域差がある。ブルガリア東部では主に、ラミアが、全竜図名の敵とみなされ、ブルガリア西部では腹、または、ラがその役割を当てられている。ただ、外して言えば、腹は、竜の姿をしたものというより、 スムージカゼあるいは、それを操る魔物のように考えられている。悪竜、ラミャ、アラ、ハラ、アジュダヤを退治する英雄炭は、バルカン半島のスラブ地域の各地に存在する。その英雄は、聖人、聖ギョルギオスの場合がある。干ばつを引き起こした竜の三つの頭を首を切り落とすと、小麦の皮、ブドウ酒の皮、牛乳の皮、蜜とバターの皮が溢れ出したと、 雇用、バラットに伝わる。は、ギリシア語の、に、名前の由来を発する魔物で、濃いキリアの姿をしていると言われる。腹ワを引き起こす元凶と、ブルガリア東部の伝承ではされているが、これは、南西部では、ラミアの仕業とされる。また、西部では、腹はつむじ風そのものとも、竜であるとも伝来言われている。西部では、腹なるつむじ風。 雲を守り、雨を蓄えるとされ、蛇、スモクも岩山に住むつむじ風であると伝承される。ラ、またはアラにまつわる伝承は、セルビア東部や中部でも知られる。ラに相当する気象に関わる竜の名称は、地域によって異なり、ブルガリアの一部では、アジュダルハやアジュデル、オスダーア、オスダー島、マケドニア語では、アジュダヤやアジュデル、ジリア、オスダー、セルビア等では、 アジュダヤやアジュダハ、ジディア、と呼ばれている。アジュダヤの語源については、ペルシア語で、竜を意味する、アズダハアオスデホ、の借用語とされており、その概念はのアジ、ダハアカに遡るとされる。美術、工芸品の例として、クロアチアにはズマイでなく、アジュダヤ竜を倒すセイゲオルギオスの製造、イコンが見られるという。やアジュダヤに相当するは、 セルビア南部やアルバニアでは、クルシェドラと称される。ポゾイは、クロアチアの伝説で知られる竜であるインメジムリエ軍、チャコ別チ氏のポゾイは、地下に潜むと伝えられ、東部は、教会の真下にあり、尾は、町広場の下にある、あるいはその逆とこ取れており、グラバンチア州、と称する黒魔術のと、の手によらねば退治できないとされる。ポゾイ竜は、スロベニアの伝承にも見られる。 首都ザクレブの地下にも忍んでいるという伝説があり、体が揺らぐと地震を起こすとされる。が、市場で発表した物語、1866年にもポゾイが登場し、やはり黒魔術の学徒との関連に触れている。スロベニアのリブラナには多数の図名像があり、端によく図名の彫刻がある。翡翠、エメラルド色のドラゴンである。そのため、 竜の橋と言われ、親しまれている。1956年に、ソビエト連邦で制作された、イリア・ムーロメッツ、砲台、いうイリア巨竜と、魔王征服に登場する火を吹く三刀竜は、図名五類日で、津軽民族の王の手下という設定で、イリア・ムーロメッツに敵対する。この映画は、1959年3月に、新東方配給で、日本公開され、 ゴジラシリーズに登場する怪獣、キングギドラの造形に影響を得たと言われる。その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。